盗んだ船さ。家を焼かれて俺はここに住んどる。そうか、名前は？レイリー。俺はロジャー。この出会いは運命だ、レイリー。運命？俺と一緒に世界をひっくり返さねえか。なんで俺までそんなこと。だから世界をよ。さあ出航だ、レイリー。やはは。やらねえと海賊やってる意味がねえだろう。どんな圧力をかけてこようとも気にし、前の申し出は断る。てめえら全員叩き潰すって意味だよ。およそ2年後、ロジャー海賊団はついに不可能と言われたグランドライン制覇を成し遂げ、ゴールドロジャーは海賊王と呼ばれるようになる。おめえは死ぬって、ロジャー。ああ、もう長くね。近頃政府の奴らが俺を何と呼んでるか知ってるか。ゴールドロジャーだ。俺はゴールディーロジャーだ。捕まったのではない。ロジャーは自首したのだ。我々の旅に限界が見えた。俺の財宝か？欲しけりゃくれてやる。探せ！この世のすべてをそこに置いてきた。俺は死なねえぜ、相棒。レイリーさん、俺は本当に驚いたよ。イーストブルーにロジャー船長と同じことを言うガキがいたんだ。船長のあの言葉。俺はモンキー D ルフィ。俺は海賊王になる。海賊王になるって俺が決めたんだから、そのために戦って死ぬなら別にいい。ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いつの日かその数百年分の歴史を全て背負ってこの世界に戦いを挑む者が現れる。戦国、おめえたち世界政府はいつか来る。その世界中を巻き込むほどの巨大な戦いを恐れている。あの宝を誰かが見つけた時、世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す、その日は必ず来る。エース、ルフィ、俺たちは必ず海へ出よう。この国を飛び出して自由になろう。これで今日から俺たちは兄弟だ。はぁー。ゾロ、ウソップ、ザンジ、ナミ、チョッパー、ロビン、フランキー、ガキの頃から欲しかったものがある。家族。ワンピースは実在する。オール・フォー・ワン、ワン・フォー・オール。男にはやらねばならない時がある。10万だろうと100万だろうと、俺たちが全部ぶっ飛ばしてやる。ギア、セカンド、ニューワールド。旅行するならどこへ行きたい？